ナミさんお疲れ様です。そして動画をご覧の皆様。皆さん、車を運転するときにスピード違反とかシートベルトの取り締まりって意識されますかね今ではどんな方もシートベルトをするのが当たり前になってきて、で、車種によってはね、シートベルトをしないとあの警告音が鳴ったりとか、あとね、エンジンが始動しないみたいな仕組みを入れてるところがあると思います。まあ確かにシートベルトって自分の命を守るためでもあるんですけども、シートベルトをすることによってね、 安全運転を始めるんだなーっていうふうなスイッチがドライバーに入るっていう効果もあるそうなんですよ。えその他さまざまな安全のために、そして無事故無違反のためにメーカーさんや警察、そしてドライバーさんがいろいろと意識を張り巡らしてるところだと思うんですよ。ところでね、ネズミ取りってあるじゃないですか。なんか抜き打ち的にこっそりと隠れてスピード違反をピュッとね、機械で検知して すみません、止まってくださいっていう風に、向こうの方で三角の旗を出されたら、あオお縄なんだなっていうところでね、罰金と違反金をもう覚悟するみたいな感じですけども。さあ、最近ね、愛知県でこんな取り組みがあったんですよ。ご存知ですかね。それはですね、ネズミ取りをしてるところをもうね、見えるところでこう座って機械をこう晒して、しかもそれをスマホで撮影してリアルタイムで何号線で何時から何時まで 取り締まりをしてますので、ご用心くださいっていう形でね、警察の方がもう自らそれをツイートしてるんですよ。そうすることによって、私たちドライバーがいつも疑問だった。違反の点数を稼ぐんじゃなくって、そういう風なね、危険な違反を減らすことに、本来の目的がシフトしたってことなんですよ。当然そんな警告を出すもんですから、スピード違反は激減しますよね。もちろん、そのツイートを見るってことは、 運転中に見てるんじゃないのっていうふうな疑問もね、また別で起きてきますけども、まあ現象としては、そういったことがね、あの、警察の方がネズミ取りをしてる現場を公開することがどんな効果を生むのかってことを今やってるところなんですよ。で私はこれについてね、えっ、ー、と、思うところがありますけども、一つはね、こういうふうに公開することによって、スピード違反は減ると思うんですよ。で、ドライバーとしてはね、こういうふうに思うんですよ。あ、こういうふうに、 スピード違反をするところを抜き打ちであるんじゃなくて、ちゃんと公開してもらってありがたいなと、わかりやすいなと。これだったら捕まるわけないじゃんって、たかをくくると思うんですよ。でもね、公開を100%しないといけないっていう義務はないわけなんですよ。だから、情報公開はしてないけども、別のところ気持ちよくね、こうやって運転してて、あ、別にここではツイート何も上がってないからやってないだろうと思ったら、やってるみたいなことがあったりとかしてね。なんだよ、ツイートしてないじゃないかよって言っても、 いや、全部が全部するとは限りませんからねって感じで、結局抜き打ちは終わらないってことなんですよ。で、結果、どんな道路でも気をつけて運転しようかなって意識が上がればいいんじゃないかなと思いますよね。うん、でもこうね、あのー、いろいろと言いましたけども、自分のお気に入りの車を丁寧に洗車したり手入れをしながら乗ってる人って基本的に違反はしないんじゃないかなと思いますね。うん、だからなんかこう、 交通法規の乱れっていうのはドライバーさんの心の乱れとかが反映されるんじゃないかなと思いますよね昔なんかね服装の乱れは心の乱れみたいな感じであの学校では言われてた覚えがありますけども,も私としては心が乱れてるんじゃなくてこれが俺は着たいんだみたいなねしっかりとした乱れない精神で着てたつもりだったんですけどもそれはあまり関係ないですねはいということでネズミ取りこれがですね一部公開ということでねなかなか面白い試みじゃないかなっていうお話をさせていただきました どっかにね、YouTube でその動画落ちてると思いますけども、ちょっとリンクまでは紹介ねするほど探してないんですけども、たまたま昨日ね見たんですよ、それを。見てリンク保存しとけばよかったんですけども、まあ、ね、思い出話だけにさせていただきました。はい、以上です。またナミさん動画を送ってください。ありがとうございました。